2月12日、大藪町で相模棒天狗をお祭りする相模棒社で相模棒天狗の御開帳が行われました。この御開帳はここ相模棒社で古くより行われてきたものです。地域おこしとして32年前から行われている栄出天狗祭りによって多くの方に相模棒天狗が知られる機会を得ることになりました。しかし天狗祭りは昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となりましたが、神事と御開帳は毎年行われています。天狗祭りがないので、寂しくはなるんですが、長年続けてきた御開帳を途切らすことはちょっと忍びないということで、毎年今年も御開帳をやるということで予定しております。ずっとこの天狗様をですねお祭りしてきてどういった思いがありますか？そうですね、ここの天狗さんはご存知の方がたくさんおいでると思いますが、須徳上皇様にお仕えした天狗さんなんですが、ご存知のように、京に帰ることのかなわなかった天狗さん、まあ、それを知りながらお仕えをしたという報われないお仕えですけれども、それでも一生懸命、お仕えされたということを、まあ、それをこの地域の人たちが称えて、今までお守りしてきたんだと思うんですが。相模棒天狗は日本八大天狗の一部として、地域はもとより多くの方の信仰を集めています。室町時代の謡曲、松山天狗に登場する相模棒は、鞍馬天狗に並び、天狗三謡曲に挙げられ、江戸時代の雨月物語では、須徳上皇に仕え、中世の日本文学の中でもひときわ輝きを放っています。藤岡郁夫さんは平成10年から先代を引き継ぎ相模棒をお守りしています。この日も地域の方のお参りの後に親しい者たちとともに神事を行い、相模棒が御開帳されました。皆さんこんばんは。いつも扉の向こうでじっと私たちを見守ってくれておりますけれども、せめて一年に一度はそこの外の世界を味わわせてあげたいという気持ちから、他の行事が中止になってもこの会長だけはせめて、家族だけでも開いてあげたい、お会長をしたいという思いで今日も扉を開けました。12日に御開帳された相模棒は、翌日13日に再び扉が閉められました。悲劇を伝える須徳伝承、雨月物語の中で、白峰山に鎮座する相模棒天狗は、今でも地域の人々の暮らしを見守っています。